シェフィールド・ウェンズデー・ FC はイングランドのシェフィールドに本拠地を置くサッカークラブ。ヘディングはこのクラブの選手が発明したサッカーの技術である。1867年、ザ・ウェンズデー・クリケット・クラブにサッカー部門が設立されたのがシェフィールド・ウェンズデー・ FC の始まりである。最大のライバルは同じシェフィールドをホームタウンとするシェフィールド・ユナイテッド・ FC で、 ユナイテッドとの直接対決は、スティールシティダービーと称される。本拠地として使用しているヒルズボロスタジアムは、1989年4月15日に、開催された FA カップ準決勝、リバプール対ノッティンガムフォレスト FC の際に、多くのサポーターが死傷した。この事故は、ヒルズボロの悲劇と称される。なお、前述の通り、ヘディングという技術を、 発明したのはこのクラブの選手たちである。1863年にイングランドで近代サッカーが誕生した時はヘディングという技術はなかったが、ウェンズデーの選手たちがヘディングを発明し、広がっていった。当時のボールは現代とは異なり、硬くて重く、非常に勇気のあるプレーだったという。1選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。